ああ、化け学もね、私も苦手です。もう訳がわからないもん。そんな振り子とか日常生活でしないし、滑車とか使ったことないし、なんか数学とかでもあるじゃないですか、そのお兄ちゃんが先に家を出て忘れ物取りに帰っていつ合流できるかみたいな、忘れ物すんなよみたいなとか、池の周りを走ってとか、時速何メートルでみたいな、そんな走らんてみたいなそう、あとを追ってくんですよね。なんなんその状況みたいなあるあるですよね。天気動くなよみたいななんで動く天秤みたいなね、本当にもう毎回ツッコミだらけでしたよ。本当にそうそうそう、危ないんだよ鉄球をね、重さ何キロとかのやつ想像でもダメだよ。なんかもうこれは意味がある、そうそうあるのかなみたいな、もうなんか身につくの、なんか別に私それ生かすつもりないよ思いながらやってたので、もう天秤とかを追ってらんない、もう自由に動いとれ勝手に動いといてください、鉄球落とすなしとか思ってたよ。そうそう、微分積分とかね、わかんないよ何それ思ってたんですけどね。だから今学生でこれご覧になってる皆さんは、いつかこう実を結ぶ形になるかもしれないので、そういつどこでね、そうそう役立つかわからないので、やっぱりそう、本当人生無駄なことなんてないんだなと思いますね。人生日々勉強でございます。うん、だから本当に自分から楽しいと思える勉強が、その分野がどういったところになるかっていうのは人それぞれかと思うんですけれども、やっぱり大人になるとね、そう天秤からのアドバイス助言も天の声がありましたね考え直しました。まだちょっと天秤についてはまだ分かり合えてないと言いますか、ちょっと両思いにはなれないんですけれどもピヨピヨ、あーお腹が空いた